稲垣選手です。初のベスト8進出を決める勝利おめでとうございます。試合を終えて率直なお気持ちをお聞かせください。非常にこうやっぱり嬉しいですね。前回大会ベスト8を目標に掲げてベスト8っていう目標が叶わず終わった大会だったので、今大会にかける思いっていうのは非常に強かったですし、目標であったベスト8をまずクリアできたっていうことは非常に感激してますね。ただこれで、終わりではないので、またこれから新しい挑戦が続いていきますし、次の南アフリカ戦に向けてしっかり準備していきたいと思いますね。でも非常に厳しい戦いだった中で貴重な大会初トライも決められました。その時を振り返ってみていかがでしょうか。大会初トライというか、僕代表に7年間在籍してるんですけど、7年間で初めてトライしましたね。オフロードパスが何回もつながって、4年間オフロードパスのスキルをこう磨いてきたので、そういった日本代表のプランがしっかりとこうはまったプレーだったと思うんですね。最終的にやっぱりこう僕がトライさせていただきましたけども、つないでくれたみんなにこう感謝したいですね。ありがとうございます。代表初トライのことでしたけど、プロの中ではトライは何度か、プロになってから一度だけトライしたことがありますかね。トップリーグでぐらいです。じゃあプロになられてから通算2度目のトライがワールドカップのこの試合でのトライだったとですね。こういった大会で、日本代表に入ってから初めてのトライを取ることができて、それがこの試合で、なんかのこう巡り合わせというんですかね、そういったものを少し感じますね。最後に、次戦の南アフリカ戦に向けて抱負をお聞かせください。これから新しいチャレンジが挑戦がついていきますし、かといってこう非常にチャンスがあると思っているので、そのチャンスをこううまく勝利にこう持っていけるように1週間かけて準備していきたいですね。また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうございます。